三角も変わりましたよ。登場です。休憩するよ。はいはい、ダメでしょ。ゆるりとやるよ。休憩。はい。いらっしゃい。どうも。こんにちは、F恵子です。はい。あれあれあれどうあいつものはいつもの、うん、えいつものなんですかね旅の方から F 恵子なぜちょっとキャッチフレーズを忘れてしまうのかいつもさ忘れるじゃんそうですね結構毎回忘れてますね本当ですねいやいや旅の良しな仕事なら F 恵子ですえ長くなってしまったさあさあこんにちはですよ、はい、うん、さあさあさあ今日は何が多いですかさあさあさあどやさんなんで行くよ首を師匠になっちゃうの今気に入ってるのどやさんどやさんどういうサイクルで来るんでしょうねそのなんかブームがねねブームがね不思議だよね恵子さんどうですか最近はそうですね最近はですねあそうだついに始まります怒涛の旅週間あ旅週間が始まる、ね、始まります、はいはい、来週から、うん、まあのモノマネ館を皮切りな感じなんですけれども楽しそう面白そう、ね、そうお食事しながら、はい、ショーも見てっていうのを来週再来週、はい、来週、うん、でその次の週はスカイツリー行っちゃいますあすごいちゃんことスカイツリーのコラボレーションちゃんこ食べてみたい食べたことない、ないですかあそうなんですか、あるのちょっと企画しましょうかえどうしてないのあるよな何かわけわかんないありますあります嘘、うん、お相撲さんとこ行って、はい、あるねお店いっぱいあるから相撲部屋のおかみさんやってんだったらキャンプしちゃうから自分が作るあ自分が作るからね、うん、もうもてなしちゃうからね美味しいですよ、はいはい、そうですね、うん、両国で両国でやっぱり本場ですよねそうですそうですあね今はねなんとか場所も始まってうそうですね始まってますねすごいやらしくないんですけどでもねほら雨がさだんだん降る時期になってきちゃうからそれまでにね楽しめるといいよねいっぱいねちょっとね夏、ね、はいで結構さそあの7月とかそういう時期に入るでしょはいはいそうするとなんか旅は結構休憩の時期なんですか旅はね休憩はないですねないんだ雨の時でも休憩ってないでしょないの雨なら雨なりに楽しめるところがあるんだえ楽しまないですか、なんかさ雨降るとさ出るのが億劫だったりしないまあでもその雨の景色もまたほら、うん、旅先で見たらさ温泉入りながら雨も結構いいわよそうなんだからあ僕ね何年か前にかなり昔ですけど海水浴の時やっぱ雨降っちゃって、うん、で子供とかもう遊べないでしょ、うん、で雨の日にはなんかあるよって言って、うん、お店回りしたらすごい美味しいイタリアンにぶつかったりとかってことってやっぱありますね、うん、インドアのねそうでも多分海に普通に入ってたらそこの店には行ってないから、うん、って考えれば、うん、旅の醍醐味ですよね醍醐味ですおっしゃる通り私完璧でインドア系だから別にあ雨は雨でしてきたわとかなるほどね、うん、そっかそっか、うんうん、そう雨が降ってこう川べりの温泉とかに泊まってると川がねゴーゴー言って濁流が流れていくあ濁流を眺めながら今素敵な光景を言うそうなもう一気になんかね、濁った水がそう見れないですよ、普段はあそうですね、確かにそうなんですよなかなか見る機会がない雨、ね、水が流れてくる景色もね、そうですね、そうですね、うん、めちゃめちゃ楽しいです、そういうそういうのも楽しんじゃおうっていうことを提案しておりますすごい楽しみ上手だよね、恵子さんってねそうですそうね、うん、そう、何でも楽しくなっちゃう何でもお仕事するのにぴったりだよねいやそう、そうだと思います、うんからの状況にも対応できないんですけど対応しますみたいななんかあの対応してくれちゃいそうな感じがしますもんねはいですよ本当になんかね一緒にいたら楽しいことがありそうだなって思わせてくれるからだってそんな風に言っていただいてありがとうございますじゃあ時間は今度あれですかその旅週間で行ってきたところをまた報告してもらったりとかちょっとレポートなどレポートなどモノマネのお話聞きたいモノマネの話聞きたい、聞きたいえじゃあちょっとモノマネも仕入れてきたいモノマネもしちゃったりとかするモノマネはしないあしないですかむちゃやん楽しみだねでもねはいはいそうですねいろいろと情報提供して、はい、行きたいと思ってますので了解です旅のことなら F 傾向、はい、最後に言うことしたんだな、はい、印象を残すようにねそうですね、そうです最後の印象です、はいはい、じゃあ今日もどうもありがとうございましたはい、はい、失礼いたします。はい、お疲れ様でした。
大丈夫？大丈夫です。